ばカラオケショールームをします。どうしよう、何歌おうかな。何歌おうかな。充電がない。こっちのスマホの。歌おうかな。なんかさ、目にずっとなんか入ってる気がするんだよね、右目に。まつげ入ってたわ。充電は iPad はある。充電 100% にされてたので。何歌おうかな。何がいいですか。歌いたい曲はあんまりないんですよ。私歌いたい曲っていうのがあんまりその日頃から存在しなくて。なんか歌えれば何でもいい逆にね。キングスパークルはいいんだけど、スパークルさ間が長いんだよね。
これお気に入りルーレットでん。ちょっとこれ歌えない曲もさ、いいねしとくのやめよう。やば、早く歌い始めないと 歌モチベがなくなる。マジで私ほんといつもそうなんですよ。あいこさん何があるかな。カブの虫、遅くないんでしょう。とりあえずカブトムシ歌いながら、あいこさんのランキングを。そうやっていいですね。花火、カブトムシ、ボーイフレンドがトップ3。Oh.
手島葵さんの曲私好きなんです。Thank you.
ありがとうございます。スキ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 そう、私このこういう音程の曲歌いでやすいんです、すごく。これ開いてる、もしかして。
私はこの前ダンシングクラブに行きました。カニ、ほんと一緒に行った人のカニを一本、カニ欲しいなって言ったらカニくれました。ダンシングクラブって知ってる？なんかクラブとクラブかけてるんですけど、なんか女の子たちがさ、超短いスカート履いた女の子たちがなんかダルルルルみたいな踊り出して、チャンチャンチャンみたいな、何の曲みたいな感じの曲をすごいハッピーに笑顔で踊り出して、なんか超陽キャだった、陽キャ空間だったんですけど、でも結構家族連れとかも多くて、でしかもカニのカチューシャつけさせられるのめっちゃ楽しかった。おいし、なんか普通に なんだろう、あとなんだろう、魅力的な、多分一番最初に惹かれるのは多分そこ手づかみで食べるお店なんですよ。もうテーブルにでっかいシート引いて、で手袋とかつけて、もうカニとかこうやってで、エビセット、私エビ食べたかったからエビを頼んで、エビセット頼んで、でマブがあのカニセット頼んで、カニセットっていうか、なんかカニもランクが3つぐらいあるって、カニがちょっと入ってるやつと、カニがめっちゃ入ってるやつと、カニがスペシャルに入ってるやつみたいな感じの、なんかクラブだった。途中から急にポン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 ポーンとか言ってさ、もう DJ 役の人みたいな人が一人いて、ポン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 ポーンみたいなやってんだけど、リズムがたまにね合ってないのよね。だからすごい、私やろうかって思ったけど、ポンポンポーンってやってて、すごい、クラブだーってなったけど、そう、みんなこう、なんだろう、動画回したりとか、結構いろんな世代の方がいて、あ、そういう、なんだろう、なんかもう若い子たちばっかりなのかなとか思ってたから、なんだろう、その、私ね、なんかご家族、3人、娘さんとお母さんとお父さんみたいな3人ご家族の方がちょっと端っこの席にいらっしゃったんだけど、そこのテーブルのお父さんかな、お父さんがお誕生日だったらしくて、そのダンシングシーンの途中に、何々さんおめでとうみたいな感じで、こうみんなで、はーいイエーイイエーイイエーイハッピーバースデーみたいな感じでやった乾杯しましょうみたいに言われてで、乾杯しましょうみたいな感じで、はい、何々さんおめでとうおめでとうございます、はい、乾杯乾杯ケピケピみたいな感じのことをしたの。なんでカニなのだ、クラブとクラブを掛け合わせるの。クラブ、カニを英語で言うとクラブなんだけど、と、あのクラブ、ドゥンドゥンプ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 ンみたいな感じのクラブを掛け合わせて、ダンシングクラブみたいな、めっちゃ楽しかった。すごく、もうあのつけたよ、まあ、カチューシャは別に強制ではないんだけど、なんか入り口付近でね、当たり前かのように渡されて、え、あ、これみんな、あ、これつけるんですか、あ、これつけるのかなと思って周り見たらさ、みんなつけてたので、あ、みんなつけてんだみたいな、まあ、あのディズニーのカチューシャと一緒ですね。って感じ。待って、ないかな写真。カニの。カニ食べに行った。あ、ほら、あったよ。すごい動画もあるんだけど、ちょっとあのお知り合いの顔面がめっちゃ、私のマブも陽キャだからさ、一緒に踊り出して、ちょっとやめて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 、つきまずいみたいな
しかも私うちずさ中央目の中央結構中央目のテーブルにあご案内されてさ、え真ん中じゃんって言いながら、でもこのクラブ状態になるのを知らなかったから、あ、ま、真ん中かと思ったんだけど、見て、これを、面白いでしょ。音声はこれはでもなんだろう、普通に普通のあの曲だから流せないと思うんですけど、すごいなんか女の子たちが踊ってたっていうのはよくてダンシングラブ、まあカニ食べたくてちょっとクラブチックな雰囲気も味わって、でも手づかみで食べるのがすごい楽しかった。なんかなんだろう、なんかねこう手づかみでこうやって全部食べるんだけど、手づかみで食べることってもう大人になるとさないじゃないですか。でそんな中で手づかみでこうもう人参とかもこうやって、人参っていうかそのお野菜とかも生えてたりするのね。でこんぐらいのちっちゃいちっちゃめのじゃがいももそのままボンって生えてたりするので、こんなこんぐらいのさこんぐらいのなんやろあの人参の塊とかあるのな、面白かったです。なんか幼稚園児に戻ったみたいで、うん、もう一緒に幼稚園児に戻ったみたいって言いながらこうエビを剥いて食べてたけど、結構量があってすごいお腹いっぱいになったんだけど超楽しかったです。さあそういうの置いといて、歌わんと夏メロだとこれも知ってるでしょみんな。もっと遊んで指を鳴らして呼んでいる声がするわ、本当も嘘も夜に落ちたらここにおいで教えてあげる最高のメロディー、あなたはいつも泣いてるように笑ってた、迷いの中で傷つきやすくて地図を開いていたずらにペン心の羽はうまく回るでしょう、音に合わせて靴を鳴らして、私だけの秘密の場所、走る雲の影を飛び越えるわ、夏の
ようかな。愛しい日々も何歌おう。ラブマシーン歌えるかな。私ラブマシーンあんま人に任せてるからないつも。雪丸に任せてのんのんと合いの手やってるからな。
雪丸のを聴いてる回だけあるわ。どうしよう。どうしよう。何にしようかな。さくらんぼってさ、どんな菓子だっけ。歌えないかも。待って、さくらんぼってさ、めっちゃむずいんだよね、タイミングが。通常ではそこに来ないものが、来ない歌い方で来るから。サビしか歌えないかも。手帳を
てかマジ花粉やばい。もう私目が痒くて痒くて仕方なくてって思ってたら、え絶対花粉だって思ってたら、今日ニュースで花粉がもう見え始めてるみたいな。で今週来週あたりで結構もうシーズンに入ってしまうっていうのを見て、暖冬だからね、いやめっちゃ痒いです。もうここがすごい痒くて、いやこれは絶対花粉だ。あの肌もね荒れてたの。この前舞台の時ぐらいからかな。もう肌が荒れると私絶対花粉なんですね。で逆に言えば花粉以外であんま肌が荒れないんですよ。そうだから、うわ絶来たわもう今年もって思った。早くないって思いました。もう花粉症の薬飲まなきゃ、本当にやだ。何がいいんだろう、カラオケ。カラオケ女の子モテる。カラオケで女の子が歌ってたら惚れる曲は、あ、こいちょん入ってるじゃん。愛を込めて花束を、トリセツ、明日への扉、スープ、花水木、三日月。チェリー大好き、あの大原さくら子さん、さくらんぼそばかす、優しさであふれるように、未来予想図2、気まぐれロマンティック。そうなんだ。カラオケでモテる女性におすすめの曲セレクション。カラオケでさモテるとかあるの？あでもさすごい上手に歌われたらあらってなるか。あのねカラオケ女のカラオケ女性って調べたら絶対そのカラオケ女性のこの隣にモテるっていう検索の、みんな検索してんだろうね。私さあんまりあの人とカラオケに行くのが苦手なんですよ。なんでかっていうと、なんでなんでしょうね。なんか全力で歌うとさ、逆にさなんかさ、なんだろうね。なんか気合入ってんなと思われるの嫌だから。まあ歌うとき、カラオケに行くときはだいたい一人で行くことが多いんですけど、もうもちろん例外もあって、私の友達にすごく頼もしい子がいっぱいいるんですよ。それこそ私がカラオケに一緒に行けるような人って言ったらもう超わかりやすいんですけど、なんだろう、
なんだろうな、なんかもう歌はそんな上手くないんだけど、もうあの歌を音程分からなくても歌ってくれる人たちがめっちゃいるの、友達に。もうさ、そういう人大好きなの。もう誰かが、あーやばいマジで分かんないこの曲とかなったら、えな、音程がぐっちゃぐちゃで、お前知らんだろその曲みたいな感じの子、あーな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 ーみたいな、なー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 、ヘイとか言って盛り上げてくれる陽キャ、はあもうあれ大好きですね私。あとモノマネしながら歌ってくれる人とか、おもろいわ本当に。そういうその人たちとはいける、カラオケに。地味にめんどくさいところ大変好きです。褒めてるか。私はうん、なんかさ、私選曲なんだろう、自分の歌いやすい曲、盛り上がる曲をねちゃんと入れるんですけど、やっぱり盛り上がる曲でを歌うんですけど、そう全力でしっかり歌うとさ、なんかもうなんだろう、ある程度歌を頑張ってきたから、やっぱりまああの なんだろう、やっぱりさ、カラオケで楽しむっていうよりさ、表に立って歌うっていう職業をしてきたので、ある程度歌は歌えるわけですよ私も。そうだとなんかさ、やっぱね、気まずくなるじゃん。何歌えばいいか分かんなくなっちゃう逆に。だから逆に私自分の声が好きだから、自分の声だから声を褒められることがすごい多くて、この業界っていうか、その AKB に入ってから、芸能界に入ってから、声、歌声もそうだし、褒められることが多くなって自分の声が好きなんですけど、ある程度はある程度はって言葉いいね、ある程度は好きなんですけど、なんだろう、やっぱさ、自分の声質に合った歌を歌うとね、やっぱ上手に聞こえちゃうんですよ、上手に歌ってる風に。上手には歌ってるんですけど、一応自分の中では自分の声質に 100% 合う歌を歌えると 100% マッチするわけですよ。だから皆さん、自分の合う曲、声質に合う曲見つけたらもう完璧だと思うんですけど、そうなるとさ、あ、すげーとか言ってくれるわけ、みんな、いい意味で。テンマイライブの時、こんなに歌うまい、こんなにうまいんだって思った。ありがとう。私結構ジャンル問わずに歌うね。けどミュージカルソングとか J-POP とかのが歌いやすいです。賞味ミュージカルソングのが歌いやすいかもしれない。だからミュージカルソングばっかり入れちゃうんですよね。ディズニーとか、ディズニーの曲がすごい歌いやすいから、そう
ズニーの曲ばっかり。でもディズニーの曲ってさ、盛り上がろうっていうよりはもうすごい綺麗な曲が多いじゃないですか。綺麗な曲ってやっぱりさ、カラオケには向かないんだよね、大体多分。綺麗ってはーってなるから、で、はーってされると、あ、すいません、ありがとうとか言うしかなくなるじゃん。それがめっちゃ気まずいから、あんまりカラオケは行きません、人とは。そう、ただ自分の声は好きだから、自分の声とかを合う曲を探しにカラオケに行ったりするのはすごい好きなんです。だから結局自分一人でカラオケ行ってミュージカルソングとか、ディズニーの曲とか、アドさんの曲とかをめっちゃ歌うって、それを録画したり録音して、あ、この曲合うなとかを聞いてる、いつも。けど私の声結構これも言われるんですけど、眠くなるらしいので、さあそんなわけないじゃんって思うじゃん。私さ、自分の歌声、まあ、ギターでもそうだし、ギターとかもカラオケの録画とかを、あ、こうやって聞いてたりして、あ、これいいわとか、これ上手に歌えてるわとか、こうやってやってる時にさ、気づいたら寝てるんですよ私ね。令和の歌ちゃんになります。何歌おう。ミュージカルソングってさ、あとみんな知らないんだよね。だから舞台の人とかミュージカルの人たちと行くと、みんな知ってるから逆に楽しいって。あ、ミュージカル知ってる人とカラオケ来るの楽しいなと思ったこともある。みんな歌うまいからさ、もう遠慮しなくていいみたいな、こうなんて言うんだろう、もうみんなミュージカルソング歌ってくれるし、だから、はあ素敵、はあ素敵ってこう観客にもなれるし、そう。でもそういう人たちってノリもいいからさ、バカ騒ぎできるみたいなね。そう。親友たちと行くときは本当に、もうやっぱミュージカルの人たちと行くと、まあ、めっちゃ仲いいけど、やっぱ親友と仲いいよ違うから、親友と行くときは本当に最後は学園天国流しながら、ウェーイとか言って騒ぐみたいな方のカラオケ楽しいよね。はいほー、はいほー。あとね、ワンピース好き、舞台のワンピース好きメンバーで行ったカラオケがめっちゃ楽しかった。もうワンピースの歌ダーって歌ったり、アニメのソングをみんなでコール入れながら歌ったり、ほら、ウマ娘の曲わかります？君の相場がドキュンドキュン走り出しみたいなやつで、その愛の手のフフーみたいなやつを、もう10人ぐらいで行って、1人が歌って9人ぐらいが全員で全力でコールをするっていう、もうほんとカオス状態みたいな感じだったんだけど、それがすごい楽しかった。で、みんなでドリンク飲みながらビンクスの酒歌ったの。ビンクスの酒知ってる？ヨホホホー、ヨホホーホーって言いながら、こうやってみんなでみんなで大合唱して最後終わった。いいでしょ。
カラオケに行ったら最初何歌う？最近行った時はアイドルと生まれて初めて歌った気がする。窓もドアも開いてるってやつね。やっぱメンソレータムってすごいね。メンソレータムメディカルリップっていうさ、医薬品のリップを買ったの今日。もうさすがに荒れすぎじゃないと思って、けど病院に行った薬が効かなくて、結局ビタミン取れて、ビタミン剤をねいただいたり、まあ一個前なんだけどね、一個前のやつが効かなかったから、もうとりあえず自分で一回ビタミンを取る生活をしようと思ったの。けどさ、私さ栄養を 100% 絞り取れないのかな、体が。だからこんないっぱい食べてもこんな細いんじゃないっていう結論に至ったんだけど、最近多分そのそれと同時にビタミンとか鉄分とかもちゃんと絞り取れてない気がする。期間がだからさ、めっちゃ毎日フルーツをちゃんと食べたとして、あん全然体に異変はないんだよね。別に肌がプルプルになりましたとか、そのなんか怪我が治りましたとかではなくないから、やっぱそうなのかと思って。じゃあちょっと昔これ使ってたんですよ。これとモアリップ、モアリップを使ってたんです昔で、あこれ良かったなと思って。であとさ、私リップを変えてから結構また荒れたの。だからあリップクリーム合ってないんじゃないと思ってリップクリーム買ってきた。これめっちゃいいんですね。これは私のマブダチが使ってて、足の相棒がこれいいよ。これはね、ちょっと貸してもらった時にすごい良くて、保湿がすごいされる。この2個買ってきたんだ。免疫力低いから口内治らない。あー確かに私も免疫力低いのかもって思ったけど、熱とか風邪とか一切ひかないんだよね最近。ちゃんと。ニベア、これはニベア。で、あとさすがに、あの、角質のリップクリームを探してたの、角質オフ。で、キャンメイク、あの、薬局でキャンメイク探したんだけど、そこにはなかったから、このさ。メンソレータムのリップスクラブ買ってみた。これ夜に塗ってみる。夜に塗ってこれ塗って寝て、で日常使い用をこれにする。これで様子見てみる。どうしよう。どうしよう。男走るよハム太郎。大好きなのはひまわりの種。男走るよハム太郎。ハム太郎なの？それハム太郎じゃないの？ハムタ、は、うん、ハム太郎なのだ。
ハム太郎じゃないな、これだ、な、何の声だ。ハム太郎なのだ。あ、ハム。へけ。へけって流行ったな。友達の間で。へけっていうの。大好きなのはハム太郎の映画とかあったの。ハム太郎。クシクシみたいな。クシクシ。へけ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 の後にさ、ふ、ちっちゃいふがつくよね、ハム太郎って。へけみたいな。へけみたいな。わかる ?F。F が来る。和田口ことお手すぎ、日付変わって一つずつ食いました。Happy birthday to you!Happy birthday to you!Happy birthday to you! さみずじろうさん。Happy birthday to you!How old are you?How old are you?How old?明日もきっと、明日もきっといい日になるよね、ハム太郎。へけで終わるんでしょ。私そこしか見たことないけどさ、ハム太郎。ほら治ったよね。今日始めたんだよこれ。すごい。ハム太郎って映画やってたんだ。まあアニメ映画みたいな感じか。40 years old、 40歳。おめでとうございます。40歳も元気に行きましょう。花水着って来てたな。そういえば、自分1月31誕生日だった。えぇ、Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday dear Masu さん! Happy birthday to you! How old are you? How old are you? え、待って、2月じゃん。まずい?まずい?待ってください。
皆様、オーマイゴッド、舞台オーマイゴッドが、舞台というか、まあ、ショー、コメディーショー、オーマイゴッド、1月16日から18日まで、3日間2公演ずつ、計6公演があります。ぜひ来てください。そして、私もね、歌うシーンだったり、ゴリッゴリにダンスしたり、まあ、ゴリッゴリじゃないか。なんて言うんだろう。ちゃんと普通にダンスしたり。普通にダンスしたり、歌ったり、コントしたり、コントしたり。ぜひお越しください。お越しくださいな。もう、もう12時じゃん。でも
一青窈さんのファンクラブ入ってたんですね。みんなファンクラブ入ってるんだ。私ファンクラブというものに一度も入ったことがないの。なんか髪の毛か、かゆい。プラネタリウム。OK、歌うね。しちゃう返事はすぐにしちゃダメだって誰かに聞いたことあるけど駆け引きなんてできないの好きなのよ。世界と10秒取り替えてもらうよりほんの一行でも構わないんだ君からの言葉が欲しいんだ嘘でも信じ続けられんの好きだから
んか夏メロ特集みたいになっちゃった。もっちーさん、もちだかおりさん、へえそうなんだ。あーはい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 、お顔すごい覚えてる。夏メロじゃないのこれ、わかんない。私平成、平成の曲これ、平成って感じだよね。平成ソングって感じ。うん、うん、これ歌うとモテるんだって。この度はこんな私を選んでくれてどうもありがとう。ご使用の前にこの取り扱い説明書をよく読んで、優しく扱ってね。一点ものにつき返品交換を受け付けません。ご了承をください。急に不機嫌になることがあります。訳を聞いても答えないくせにほっとくと乗ります。いつもごめんね。でもそんな時は懲りずにとことん付き合ってあげましょう。定期的に褒めると長持ちします。爪が綺麗とか小さな変化にも気づいてあげましょう。ちゃんと見ていて、でも太ったとか余計なことは気づかなくていいからね。もしも少し古くなってきて目移りするときは、二人が初めて出会ったあの日を思い出してね。これからもどうぞよろしくね。こんな私だけど笑って許してね。プレゼントが効果的です。センスは大事でも短くでも下手でも手紙が一番嬉しいものよ。もしも涙に濡れてしまったら優しく拭き取って、キュッと強く抱きしめ、あなたに叱らせないから。
これでモテる。でも結構あのモテるって書いてる曲結構今日歌ったんだよね実は。だから入れてみた。私うわなんだっけ、あの西野カナさんのディアブライドっていう曲があって、今日から君が歩いてく新しい未来への道っていう結婚式ソングみたいな、結婚式ソング的なやつなんですけど、もううちらみんなのうちらなんか歌詞がすっごい良くて、なんか友達親友が親友へ歌う曲みたいな感じなので、確かこの西野カナさんも親友の結婚を元に書いてるからめっちゃいいんだけど、でも私喉ガラガラだから歌うか迷うけど、これは吉田と宇多田の結婚式、まあ来るか分かんないんですけど来るか分かんないですけどね、吉田と宇多田の結婚式に、いや吉田か宇多田かのんのんかゆきちゃんの結婚式に歌いたいと思います。吉田と宇多田に関しては糸を、あの糸なぜ巡り合うのかを糸を歌う同盟結んでるのでちょっと厳しいかなみたいなとこありますね。虫いたよね今。てかさ、はい同盟結んでます糸。もうあの優しい歌で、優しい歌で締めよう。ディアブライド歌って優しい歌で締めよう。優しい歌糸をお互いに歌おうっていう同盟を結んでおります。うん、だからうちらがカラオケに行くといつもまず糸の練習しようみんなって言って糸を3回歌うのそれぞれ 3人に、だから1人2回歌うことになるの面白いでしょ、うんうん、はいはい、じゃあはい、じゃあ次20日用にねって言って私動画もあるんだよ、めっちゃ元気出るの。でも吉田宇多田の糸っていうアルバムを作ってね保存してんのちゃんと。まあちょっとどこに行ったかは覚えてない。ああほらあった、ほら音声は流さないけどこれこれめっちゃいいんだよな。いいでしょう。待って
つか元気だよ、カレンも元気だよ、二人とも幸せそうに暮らしてるよ。以上、これを歌います。今日から君が歩いてく新しい未来への道、たくさんの愛に包まれて、大きな夢を今この場所で幸せの鐘、ついにこの日がやってきたんだね。誰が最初に結婚するんだろうって笑い合ったあの頃が懐かしいよね。真っ白い輝くドレス姿に目を合わせるのも少し今まで一緒に過ごした時の中で一番可愛いよ、綺麗だよ。今日から君が歩いてく新しい未来への道、たくさんの愛に包まれて、大きな夢を今この場所で叶える君を心から誇りに日も不安な日も君のそばには彼がいるよ。何があっても心配ないよ。君のことをずっとずっとそばで見てきた私がね、言えるんだから。すごく遠くへ行っちゃう気がして、少し気を使って誘ってみるから、たまには私にも付き合ってね。新しい名字も自然になって、慣れない料理も少しずつうまくなって、変わってゆく毎日から君が
の人がいるだけでこんなにも強く優しくなれること教えてくれたね。大きな愛を今この場所で誓う二人の幸せを祈ってるよ。君が歩いてく新しい未来への道、たくさんの愛に包まれて、大きな夢を今この場所で叶える君を心から誇りに思うよ。その笑顔が自分のことみたいに嬉しいよ。今日のこの日もずっとずっと忘れないよ。明日からもどんな時も見守ってるよ。本当に夢の幸せにな、幸せになってね。静かな曲って何？私もう目が閉じてきているわ。本当に読めると幸せになってね。あつも彼も音信ないんだ。あ、そうなんだ。知らなかったそれ。全然全然知らなかった。七海月歌ったんだよね、さっき。何？くしゃみず。する人がいるだけでこんなにも強く優しい、優しい歌だ、優しい歌くださいだって。そろりエンドヒット優しい歌。翼、翼って言ってたね、さっき。翼って閉めますか？もう40、40分くらい、12時40分くらい。優しくなりたい、それはその願望だね。優しくなりたいでしょ。あの優しい歌くださいっていうリクエストなので、願望はまた今度で。強くなる、何の歌だっけ。三田園さんじゃない、家政婦は三田の曲だよね。夢があればいい、大地を踏みしめながら
表していきますが、皆さん、みんなの未来を応援していきましょう。カルミ頑張れ。翼があったな、13位ダニさん、12位タンポポさん、11位ちくわ豆腐さん、10位月宮さん、9位きみゆこさん、8位モスタンさん、7位つむじかぜさん、6位よこよしさん、5位サミツルジローさん、4位まさかずさん、3位えんちょさん、2位オムレスさん、ミスターのは1位あのねさん、ミスターが最高でした。それでは終わります。皆様、私が
コントしてコントして歌ってちょい違う歌って踊るコメディーショー、舞台とはちょっと違いましてコメディーショー、いつもの銀座博品館劇場で2月17日が16日から18日まで16、17、18、2公演ずつ計全部で6公演あります。コメディーショーがあります。皆さんぜひお越しください、来てください。ね、まあ、ここだけの話、最後まで配信を見てくれた方々へちょっとだけお話しすると、チェキあります、チェキあります、はい、今回もで今日実はね、いっぱい撮ってきたんだ、まだ秘密だけど、でもねいい感じに撮れました、すごく。ちょっと大人っぽいアタッチなチェキ、ちょっとね、オーマイガッドみたいな感じで、そうそう、ここでしか出さない、こんな感じで、これはまだね、あと3種類ぐらい衣装あるので、この衣装は劇中で着たりとかするものなので、まだ見せません。この黒いのはちょっとねダンス用の衣装がまだ届いてないので、ちょっと黒っぽく大人っぽくいこうってことで、大人っぽいのもいっぱい撮りましたよ。ちょっと清楚系と、ちょっと彼女っぽいやつと、ちょっとマフラー、冬なんでね、マフラーショットみたいな感じのやつとか、まあ、ここだけの話ね。なので、舞台に来てください。物販で、まあ、前回と同じぐらいの割合で販売されると思いますが、まだ私は運営側ではないので、ね、まだ詳しいことはわからないですが、ぜひこんな感じ、ちょっと大人っぽいね。まあそれもそうで、オーマイゴッドの、うん、オーマイゴッド、テーマっていうのかな、ここに書いてあるんだけど、1930年代禁酒法時代やシカゴの隠れバーで行われていそうなショーというのをコンセプトに、ゴージャスでセクシーなダンスと毒の効いたコント、全てを癒す歌が次々と繰り出されるジェットコースターレビューですっていう感じだね。ちょっと四角の隠れバーがテーマっちゅうことで、ちょっとだけね、もうちょっとしたらちゃんと情報が出されると思うのでお楽しみ。それでは終わりまーす。
バイバイ。バイバイとか言って。ありがとうございました。ダンスの衣装は割とセクシーな感じだと思う。おやすみなさい。バイバイ。ありがとうございました。